高婿の地域の地図北、高婿の南、滝畑高向子のは、大阪府河内長野市の地域。河内長野市立高向子の小学校の学区にあたる、高向子の朝日川丘、日野、滝畑に該当する。本校ではおおむね同地域に存在した南河内群、高向子の村についても述べる。高向子の地域には、旧石器時代からの高向子の遺跡のほか、 高婿の王の墓と伝えられる古墳があり、文献には、高婿の,の地名が平安期から初出するなど、比較的深い歴史がある。高婿の市ゆかりの地として、黒マロ君が地域のシンボルキャラクターとなっている。高度経済成長期以降は、北部を中心に住宅地や商業地が隣接しているが、田畑の広がる集落も多く残っており、南部は、 山岳地であり今後、伊古巻泉国定公園内の滝畑を中心に、降落地にもなっている。石川上流の強調な河手段丘に沿って集落があり、おおむねその谷に沿った地域にある。北部は箱上国となって比較的平地が多く、日のより南部は渓谷が目立つようになる。特に滝畑周辺は、一徳坊山、岩秋山を中心に山岳地となっている。 石川沿いに大阪府道61号堺葛城線が地域を貫くように通るが、日のより南側京商路線のため主導で代替されている。道の駅奥川地区のマロの里高婿の村の由来は、飛鳥時代の学者である高婿の原理にちなむとされる。石川流域に沿って、古くからの集落や田畑が広がっており、北部は大阪外環状線沿いに、 商業施設が並ぶ。現在の高婿の小学校付近がこの地域の中心地であり、それより北東部を下村と呼んだ。高婿の村役場跡が高婿の公民館となっている。東部と南部に飛び地があり、南部は一徳房山をはじめとした山間部となっている。読みは朝日が丘。天の山スカイタウンとして旭河西によって造成された小規模住宅地。 都市公園としては、旭川丘第一から五緑地がある。北端は、大阪外環状線と立体交差し、小山田町と接している。日の地区読みは、日の。古くは、日野とも書き、平安期より地名が、文献に残る。石川沿いの自然豊かな地区で、北部に、昔ながらの集落が、高台にあり、川沿いの開かれた土地には、田畑が広がる。 集落沿いには南北に、不動川千長の葛城線が通っているが、京商路線のため南部は主に指導が使われている。荒竹読みは、滝渡。地名の由来は、多数の幕府があることによるとされる。滝尻、横谷という集落がある。葛城の28宿主元の、第13、14番京塚などがあり、また左近家住宅のように、江戸中期の民海港が多くある。 旧来の滝畑の中心地はダム湖となっており、1981年に完成した滝畑ダム建設の際には多くの家屋の移転を余儀なくされた。なお、当時は滝の豪温泉という温泉旅館が存在していた。現在、ダム湖周辺ではバーベキュー等が行える河川時期を中心に行落地となっている。高むこの村に関するカテゴリー、ありがとうございます。